サーラー・アリー・カーンは、インドのボリウッドで活動する女優。2018年のデビュー作、ケイダーノットで、フィルムフェア賞最優秀新人女優賞を受賞し、2019年には、フォーブス・インディアのフォーブス・セレブリティ100で、第56位に選ばれた。1995年8月12日に、ムンバイで生まれる。父、サイフ・アリー・カーン、母、アムリタ・シン。 父方の祖母シャルミラ・タゴールは、ボリウッドの俳優、父方の祖父マンスール・アリー・カーン・パタウディは、クリケット選手として知られている。サーラーの聖家であるパタウディ家は、イギリス領インド帝国時代に反応だった家系であり、母方の祖父母には、シビンダール・シンビルク、ルクサナ・サルターナーがいる。弟には、イブラーヒーム・アリー・カーンがおり、イボ兄弟には、タイムル・アリー・カーンがいる。サーラーは、 父方から、ベンガル人とパシュトゥン人、母方から、パンジャーブ人の血を受け継いでいる。4歳の時に広告業界で活動を始める。財布によると、サーラーはアイシュワリアーライ愛の影響を受けて、女優を目指すようになったという。2004年に両親が離婚し、アムリタが親権を得た。離婚後しばらくは、財布は、サーラーたちに面会することができなかったが、 アムリトとは介護に面会を許されるようになり、サーラーとは友人のような関係になった。また、父の再婚相手のカリーナとも良好な関係を築いており、2018年に、サーラーはカリーナについて、彼女のプロフェッショナリズムを吸収したいと思っていますと語っている。10代の頃は、体重維持に悩み、厳格なスケジュール管理の下で、トレーニングに励んでいた。 サーラーは多能方性乱巣症候群を発症しており、これが体重増加の原因と考えられている。彼女はアメリカ合衆国のコロンビア大学に留学して歴史学と政治学を学び、2016年には予定よりも早く卒業課程を終了し、残りの1年半はウエイトトレーニングに費やした後インドに帰国した。サーラー・リー・カーン2018年にアビシエクカ,カプールの ケイダーノットで女優デビューし、スシャントシンラージプートが演じるムスリムの青年に恋するヒンディー教徒の少女を演じた。サーラーは役づくりのためにスシャントの協力を得てヒンディー語の恋を学んでいる。同作は制作中にアビシェイクとクリアルジ、エンターテインメントが意見対立して同社が制作から外され、公開前にはケダルナート寺院の僧侶たちが ラブジハードを促進させる内容に抗議して、ボイコットを呼びかけ、インド人民党指導部も上映中止を求め、ウッタラーカンド州の上映が禁止されるなどトラブルが発生している。同作は賛否両論となったが、サーラーの演技は絶賛された。ムンバイ・ミラーのクナルグハーは、映画は1980年代のボリウッド映画の焼き直しと告評したが、サーラーの演技については、 彼女が演じる無垢が起こるとき、希望を抱くとき、絶望、または無邪気に浮かれているとき、彼女は目で感情を表現する。彼女は私たちに様々な顔の味を味わわせてくれると称賛している。デイリーニュースアナライススのミーナ・イアールもサーラーの演技を華々しいものと評価している。同作は工業的な成功を収め、サーラーは フィルムフェア賞最優秀新人女優賞と国際インド映画アカデミー賞最優秀新人女優賞を受賞している。ケイダーノット公開の数週間後にはテンパーをリメイクしたローヒトシェッティのシンバでランビールシンと共演した。サーラーはケイダーノットの撮影が一時中断した時期にシンバの撮影に参加しており、そのためにアビシェイクとの間で訴訟に発展したが、 最終的に劇中の出演時間を調整することで和解した。ローナクコ皇チ茶は、ザ・タイムズ・オブ・インディアに批評を寄稿し、息を呑むような美貌を見る以外にするべきことがないと批評し、サーラーとランビールのコンビを酷評した。同作は、興行収入40億ルピーの成功を収め、2018年公開のボリウッド映画興行成績第3位を記録している。2020年に、 ラブジカルの精神的続編であるイムティアズアリのラブジカルでカールティク・アルデアンと共演し、問題のある過去を持つ少女を演じた。スクロール、インのナンディにラームナーとは、サーラーがコンプレックスを持つキャラクターを演じるための経験や知識が不足していると批評しており、彼女のヤングフェイスにカメラを近づけても欠点が大きくなるだけだと付け加えている。同作は、 ボックスオフィスボムとなった。同年5月にデビット・ダワンのクーリーナンバー1でバルン・ダワンと共演する。ありがとうございます。